そしてどこですかここは。そう、日高村に来てます。よいしょー、答えさせてくれんかったもん。日高村といったら、はい、非常に糖度の高いシュガートマトが有名なところなんです、はい、それらをソースとして使ったりするオムライスがいっぱいあるんですって。なるほど、集まってるんですね、ここに。そうで、人呼んでそれをオムライス街道なんて言ったの。オムライス街道。今回、今年の2019年、そのオムライス街道に選ばれている9店舗の方を今回1日で回り切りたいと思います。よいしょ。朝8時早いですね。今日1日でどうやって回れるかなって組んだらね、朝この時間。そうなんや、楽しいね。すごいでは、早速回っていきたいと思います。はい、頑張っていこう、せーの、じゃがまらん。到着しました、はい、1店舗目、カフェ村日高さんのデミグラスのオムライスです。はい、いただきます。いただきます。うわ、うまそう、うまそう。トロトロ度はえげつないね。うまい、甘いね、チキンライスと卵がね。うまっデミグラスと卵とチキンライス、うん、めちゃめちゃマッチしてね、3つがバリうめえで。うまい。二口目が早いね。甘いのはやっぱシュガーコート使ってるけど、すっごい味が濃くて甘いと思う。社会もこんぐらい甘かったよね、マジで。そうはなかなかいかんね、うん、うん。はい、皆さん手を合わせてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、よくできました。これあと9回やるのか。喫茶はノアさんです。はい、ここのお店は輪切りにされたトマトがオムライスの上にトトトトトトトって乗ってるのが普段出るやつなんですけど、日高のトマトがそのちょっと少なくなってしまった生産量が。来ました。お待たせいたしました。満腹オムライス。全然見劣りしないこの餡の量、とろっとろ。すっごい和風だしの香りが。パンの中にトマトがピューレ状になって入ってるんですけど、酸味がうまい。ね、すごく美味しくない？トマト効いてんね。めっちゃこの大葉がめっちゃいい。出てきました、これ。うえぇ、ゴロッと。柔らかっ。熟されてめっちゃ美味しい。時期的にね、熟されたトマトがね、甘みが引き立ってる。はい、おはようございました。11月から、はい、11月からダウンとトマト、ダウンとトマト、はい。3店舗目、トマトスタンドさんにやってきました。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これがハーフ&ハーフです。ハーフ&ハーフ。え、これって食べ方って、このようにトマトソースから食べて、カレー食べて、間を合わせて食べるっていう一番おすすめかな。え、めっちゃうまそうじゃん。やば、ケチャップソースのいい香りがします。いただきます。うまそう。ハヤシライストテイストのトマトソースに野菜のシャキシャキ感とナスの甘みと、ほんでやっぱトマトソースの甘みとベストやね。カレーちゃう。カレー、結構スパイシーなんだ。うまそう。うん、カレーが好きな人もトマトが好きな人もどっちも楽しめる。うみゃー、うまっ。なんかピリ辛やね、ちゃんと。いやでも、辛いの苦手な人でも食える。 CT でパンチやで。今やったけど缶の食でーす。次向かってる錦山カントリークラブさんはゴルフ場なので、まあ山の上。やばこれですね。めっちゃこれめっちゃ開けて、なんか気持ちいいな、これ、この景色。この茶畑、来る際にはここも楽しんでみてください。そうね。あ、来ました。お待たせしました。ありがとうございます。日高村オムライスでございます。4店舗目の錦山カントリークラブさんのオムライスです。上品。スープにもこだわりがあるみたいで、2、3日かけてこう煮詰めて、それを凝縮してるね。うまっ。めちゃめちゃふわふわ。なんかふわね、見た目がふわふわやもん ね。卵にもこだわりを持ってるらしくて、標高 700m 以上のところで放し飼いで育てたかよ卵。結構大きいですね。意外とボリュームあるんで
そう、一人前です、ね、満足度が高そうな、うまっ。卵に癖がないっていうの分かりますね、うん、そう。今日全店舗回るんですか。はい、頑張ります。あら、大丈夫ですか今のところ。まあ、なんとか3分目なんで。同じく山の上のグリーンフィールさんに今度はやってきました。いや、めちゃめちゃ景色、めっちゃ景色、他の景色がですね、噴水なんかもあるね。すげえ、ね、めっちゃ綺麗やん。ありがとうございます。おいしそうなの来ましたね。これでシンプルなの、割とね。あ、おいしそう。ふわふわやね、卵、うん、結構トマトの香りするね。あとバターの、あ、ほんまね、バターと、ね、バターとトマトの酸味の香りが、ね、うまそう。え、待って、うまそう、うん、バターオムライスで。待って、あ、マジで、うん、うまっ。どう、おいしい。バターわかるね。ねえ、うん、こういった中でない、なかった。ここが一番強いね。想像以上にいい企画になった。いい企画ですよ、ね、なんかいいね。ゴルフチェックか、ちょっと。え、ゴルフチェック、ゴルフ、あり、あり、あり。あ、いや、やめとこう。そうか。6店舗目です、マンマテさんにやってきました。矢沢永吉をすっごく愛している方がお店を経営されてまして、値段が830円。そう、やっちゃったっていうところなんですよ。前回来た時も印象的やったね。量が恥ずかしがりながら、この乗ってくれ、あーたー、自分な大学生って感じですごいよかった。自分で言うなよ。すげえ、でもすぐ笑おう。すげえ、俺割るの初めて見る、目の前で。うわ、うわ、ありがとう。いや、ふわふわトロトロで、うん、中のチキンライスがもう出来たて熱々なのはもう見たら分かると思うんだけど、意外とチキンが大きめ、うん、いい感じ。分かる？ちょっと他の店に比べて大きめじゃない？チキン入ってなかった。共感、うまいっす。うーん、ケチャップ濃いんだよな。はい、6店舗目、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。1日外食4店舗するだけでも多いと思うんですよ。本日我々今6なんですよ。そんで9まで行くんですよ。9行ったらもう15や7店舗目はレストランコース様にやってまいりました。はい、オムライススタジアム全国大会で準グランプリ&ふるさと賞をダブル受賞したんです。なんて言ったも、まあ、見た目がちょっとすごいですので、お二人に楽しんでもらえたらと思います。食べましょう。せーの、ジャガバナ。ブツブツですよ。この旗が可愛いよね。可愛い。うおー、いいね。これ殺人級にうまそうやな、これ。はい、これが、これがカツオのフリットですよ。柚子の香りもすごいしますね。うん、うまい。米がちょっとね、あの、ほら、こうやって焦げがつくぐらい、いいね、いいね、焼き上がってたりする。絶対におこげは他の店では味わえんけど、うん、おいしそう。うまいんです。食べる。フレークも食べよう。カツオのフリットな。ちょっと待って、めっちゃ熱そう。大丈夫？あばい。両サイド猫舌したほら。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なにわ道頓堀店です。ここのオムライスはちょっと普通のオムライスとは違って、オムそばなんですね。ね、はい、わー、すごい。ありがとうございます。大きいスキレットに乗ってやってきましたね。おー、おいしそう。いただきます。わー、チーズが、おー、トマトです。やばうまそう。わー、ちょっと待って、よだれ出てきた。チーズと焼きそばと卵とトマトと、この4つが奏でるハーモニー。結構野菜中に入ってる玉ねぎがすごいシャキシャキで美味しい。うまい。あ、まあ、わけないもんね、この組み合わせは。あ、幸せだった。ごちそうさまでした。はい、じゃあラストの9店舗目はデューホさんです。わお、ラストです。朝8時から始めた撮影も今6時半ですよ。ありがとうございます。お目焼き飯到着しました。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。
でも焼き飯入っとるけんね、独特で。あ、でも確かに。美味しそう。うわ。うん、まっ。今まで全然違う。うまっ。めちゃめちゃ美味しい焼き飯が。卵に詰まれてる感じ。うわ。チャーハンとケチャップって合うね。チャーハンがちょっとパラパラというよりかは、ちょっとこう、やっぱオムライスっぽくするにももちもち系なのかな。さあ、さあ、さあ、今日一日のオムライスガイドラストの締めくくりを今終えた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。9店舗目リローザも美味しかったです。ごちそうさまでした。9店舗、いや本当に、半日かけて、お疲れ様です。やり終わりました。あ、お疲れ様です。意外と大食い感出んかったね、なんかその、そう割とね。ということで、チャカマールの本日の動画でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。 OK。 最後までご視聴ありがとうございましたね。疲労感えげつないですね。いや、なんか疲れたっていうね、全然実感なかったんですけど、なんか家帰ってみてね、よし、エンディング撮ろうってなった瞬間になんかもう胃が頑張ってるのか知らないですけども、え、これみんな顔大丈夫？まあでも撮るか頑張ってみたいな感じになったんですけど、まあちょっと足からず時間だかみたいなチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。